ちは65歳ですよ。今日はね、前にあの何か何曲かこういうことに気をつけたらあのもうちょっとうまく聞こえますよみたいなシリーズをやってたかと思うんだけどね、主に童謡とか唱歌でね、今日はまあそういうなんでね、あの増田聖子ちゃんのね、瑠璃色の地球、これお好きですよね。みんなオカリナやってる人なぜかね、確かにすんごい綺麗なあのメロディーでね、だから僕これをまあ頼まれて吹いたりするときにはあのいつもはね、歌の曲やるときにはすごく歌詞にこだわってね、歌詞のフレージングっていうかなね、あの歌詞のその言葉の切れ目というかね、そういうなんと音楽メロディーのそのフレーズをねリンクさせてやってんだけどね、この曲はあのメロディー自体が結構あのいい感じのメロディーなんで、あんまり歌詞にね、歌詞のフレーズとこだわらんでもまあ曲になるかなと思うんで、今日はちょっとねあんまりその歌詞のフレージングによってそのブレスの場所を考えたりとかすることを、まあ結局そうなるかもわからんけど、あのちょっとそれ置いといてね、あのやろうかなと思います。で今日はね、あの楽譜としてはあのブレーメンってありますよね、いう会社、そこのあのオカリナソロピースっていうやつのね、アルトシーカン用の楽譜、私があの YouTube で吹いてるやつですが、それを使ってやろうと思うんですがね、だからリズムなんかはちょっと楽譜によってね違うかもわからんしね、例えば最初のとこね、こういうメロディーですよね。ちょっともうすらめんどくさいからもう無視してやりますね。自分が即興で これがええかなって言った感じでね。でね、これね、この最初の部分すごい綺麗でしょ。で、これをね、こうね、普通は、っていうふうにね、なんかね、ベターっとなっちゃうのね。なんか、抑揚がないというかね。僕はよく音楽的なことを言うときに、その、立体的に演奏する。ね。なんか、ダダ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 ってやると立体的じゃないでしょ。なんかこうもっとね、こう。で、どうやったらいいかというとね、まずね、ラシシのこのシの音ね、この16分、これはね、割合はっきりやる。そうでないと、ってなんかベターっとなっちゃうでしょ。だからちょっと、それからその後もね、この16音符をタンタタンタタンっていうのははっきりめに、まあはっきりめっていうので分かるかどうかは分からんけど分かってください。それともう一個大事なことはね、ちょっとこれ歌詞のラインとかあのずれちゃうんやけどね、僕はこの曲吹くときね、立体的に聴かせるためにちょっと分解して最初のとこやるとね、あ違うわ、今相当わざとらしくやりましたけど、言いたくて分かりますかね、ラシシララドファララドファラってやんじゃうで、ラシシララドファラタタタタタからドって下がるでしょ。ここがこのメロディーの素敵なとこですよね。タタ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 じゃなくてタタタタタイヤラってこうね、なんかこう上下の抑揚があるでしょ。それをねわざと強調して、なんていうのかな、縫うような感じで縫うようにこう一個ずつ音をちゃんと丁寧に拾っていくのね。そうするとやりすぎあかんよ、ね、でも気持ちとして何もせんかったら、なっちゃ
ちゃうでしょ。それをちょっと、リリララリラ、このドファラっていうのをすごく丁寧に吹く感じ、これが1点で、その時にね、あのサビじゃないかな、あのっていうのかな、ってとこあるでしょ。ここを下手するとしょうもないしょうもないっていう感じになっちゃうね。でここもね、まず1個はね、ドファファのこの16分音符、さっきのラシシってあったでしょ、それと一緒ね。それをねちょっとはっきりめにクリアな感じでやっちゃうわ。シンコペーションになってるの分かりますかね。シンコペーションって分かります？タン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 っていうリズムね。8分音符、4分音符、8分音符、タン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 。この時にアクセントが、普通やったら1個目の8分音符のところにね、拍の頭に拍というか小節の頭なんかに来るところやけど、そのタンタンタンっていうシンコペーションのリズムになってたアクセントは2個目の音に移動するのね。長い音にタンタン、タンタタタンタ、そうなのね。でここはその、そのシンコペーションが連続してるわけね。どういう形かというと、タン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 、要するに裏から始まるのね。タン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 、手が離れるとこがタンってアクセントになるわけ。でこの曲で言うたら、タンタタタタタタってやるわけ。タンタタタタ、そうやらんとタンタタタタってなるわけね。こうじゃなくて、要するに先ほど言った16分音符をクリアに吹くこととシンコペーションを意識してちょっとタンタタタタタタタっていう感じで進んでいくっていうこと。それから次のとこね、ここね、これ大概の人はどうなっちゃうかいうと、こうなっちゃうの。違い分かりました。要するに小節の頭の8分音符が短くなっちゃうのね。でなんで短くなっちゃうかいうと、1小節目はその次の音が高い方のミのフラットで指やりにくいでしょ。それからその次なんかはレーファミの次がレーの後、一番高いファー出てくるでしょ。これもやりにくいですよね、音程正確に吹いたりしようと思う。そうするとね、どうしてもね、そのやりにくい音の前ってね、なんかどういうのかな、ためが入っちゃうのね。ってこうためてペーってやる感じね。それダメ。ここのメロディーはどういうのかいうと、やからね。それが美しくない。ね、次も。ってこのあかんのが。なっちゃうのね。だからここまず練習するときにはね、まずその音切れる切れへんが、まあ、結局一番大事なんやけど、その前にそのミーのフラットの音、ドミレーのミーね、それからレーファミーのファーの音がまず指使いがスムーズにいくことね。指使いがそこで止まっちゃってたらもう音は絶対切れてしまうからね。タタ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 っていうふうにできるようにするね。そうすると、
そういうところ。この曲はだからね、あのなんていうかな、ちょっとリズムがこうシンコペーションが目立ってたりとかね、なんかこう結構音の抑揚があるから、あのなんていうの、上がり下がりっていうかね、があるから、その辺をうまいこと、それを難しいとあの感じちゃって適当になるんじゃなくて、それをそこをうまいことクリアすることによって、それがこの曲の特徴になって、いい曲やなっていう風にね、聴いてもらえるような吹き方をねされたらいいんじゃないかと思います。この曲、この楽譜で僕吹いてるのは多分 YouTube の中にあるしね、まあ探してもらったらいいかなと思います。以上、あの質問コーナー随時受付中なんでね、あのこの曲に関することでもいいし、あとどんなことでもいいしね、好きな食べ物は何ですかとかね、好きな動物は何ですかとかね、好きな色は何ですかとかね、女優さんでどんな人が好きですか、何でも OK です。はい、もう10時済んでる、レッスン始まる。ということで今日はこの辺で。